画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。プレパー。ミスタープレパーでございます。ですね、なんと、見てください。あ、ちょっとご飯を先に食べよう。なんとですね、室内の中に、木を植えたじゃないですか、前回。それが、だいぶ育ちました。すごいことになってます、今。地下にさ、いい施設できてるんだ、これ。肉でも食っとくか。うめえな。あれ、これ生肉もしよう。あ、焼いた肉だ、よかった。生肉食っちゃったかと思っちゃうな。さあ、ちょっとお見せしたいですね。っていうか、下めっちゃ水がないじゃん。ちょっといっぱい持っていこうか、水。これです。めちゃくちゃ良くないですか。あ、ちょっと待って、これ、覆いがあったな。はい、取って。あ、そうだ、あと、石取ってきたんで、これ分解しとかんと。重いんだよね。岩か。岩を持ってんだよ。下に、あ、電気も切れそう。ちょっと待って、電気切れそうだ、これ。で、あ、よいしょ。ここにポスター貼っておきました。おしゃれでしょ？OK。何も入って。はい、これです。いやー、まさかの地下に。これ、まさかの地下にさ。かっこいいね。もう今半分まで来てるね。リンゴの木なんだよね。やっぱり時間かかるみたいですね。なので、またちょっとリンゴの木買っといて、ちょっと水ここにも入れとこうか。リンゴの木買っとかないとなと思って。まだ収穫できないか。で、ここの成長を早めるために、こう後ろの方にね、成長のライトを置いてるんですけどね。やっぱ時間かかるもんだね。で、石極力ね、ガラスにしてて、まあ、今後ちょっと必要になってくるんだよね。で、これの作業台レベルを上げるのにもガラスが必要になってくると。で、金属30、ガラス30でこれ上げれることができるわけじゃないですか。これやろうじゃないかと思って、今ね、買ったり売ったりしてるわけ。やっと金作がね、流れに乗ってきたんだよね。これ物を売るのも重要なんですけど、食べ物を売るの大きいなと。例えばパテ、こちらね、41で売れるわけですよね。パテは鹿肉と人参と塩でできると。だからね、なるべくこう森に行って最初のこの一番最初のところに罠をね、いっぱい仕掛けとくっていうの重要ですね。何かしら引っかかるから、こういうふうにね。で、こう木材で簡単にできるんで、こうやって、よいしょ。ガンガン置いていった方がいいです。基本的には。珍しいものが取れるやつを、まずは置いた方がいいです。このエキゾチックな餌。意外といいもの取れんだよ、ほら。羽やら何やら取れてるでしょ。これ、エキゾチック餌のおかげなんだよね。はい、ここにも。置いときましょう。これ毎日のルーティンにすることによってね、食い物めっちゃ作れるんだよね。希少生物のやつにしよう。で、ついでにこのブルーベリーを取ってきて、で、さらにワンチャンこの辺に木とかも落ちてたらね、儲けもんなんだよね。で、砂糖さえあればブルーベリージャムも作れるようになるので、まあ、砂糖は買わないといけないんだけどね、自分で作れないから、ちょっとコストはかかるんだけど、そのためにお金を稼いで、さらに膨らませるっていうのはね、重要です。で、塩もね、先に買いすぎるとね、ちょっと腐ったりするね。塩でさえも腐るね。最初のところにいっぱいあるな、ブルーベリー。夜中の森ほど怖いものはない。やっぱり。木が欲しいよね、木が。ブルーベリーばっかだな、これ。死ぬほどブルーベリーあるな。木の、ないな、今回、ここ。
まあ、10時までにはちょっと帰りたいですね。で、向こうで料理しなきゃいけないからね。ブルーベリー腐っちゃうから。この時間から拾うのはまあいいけども。腐っちゃうからね、朝になると。でもブルーベリージャムはちょっと作っときたいね。シュガー足りるかな？あった！これありがてえ。これありがてえよ。これで帰れます。気持ちよく。木もだんだんなんか手に入るのが安定しなくなってきたような気がするんで。で、ここにシュガーを、まずは打っときましょう。羽打っといて。はい、これです。4つぐらい買っとこうか。うん。卵も、じゃあ買っときましょうか。あんまり腐るとあれなんで、1個ぐらいにしとこうか。小麦。こんな感じですね。で、鉄はですね、まあ溶かせばできるんだけど、あ、ちょっと料理しよう。いろいろ作れるようになったな。鶏のもも肉めちゃめちゃあるぞ。ちょっと待てよ。寝る時間が迫ってきてる。寝る時間ギリギリまで料理していくぞ。ブルーベリージャム。やっぱ砂糖が必要だね。シュガーあるじゃないか。うん。これで。はい。これミートパイを作れる。あ、ちょっと待って。荷物が持てないぞ。ちょっと分解しようか。はいと。雨降ってきた。オッケー。ブルーベリージャムを作ります。お、来たね。シュガー来たね。ブルーベリーはもうこれで作れないか。ちょっとじゃあ一回朝にしましょうか。おじちゃん、アマゾンのおじちゃんありがとう。もう雨の中、笑顔で配達、本当に、本当にお疲れ様です。ねえ。いい人、本当に。あと2日後、調査員が来るね。究極の料理人になってやる。そして、料理を売りまくって、金儲けしてやる。っていう、なんか、いかにも悪どいことしてそうですけど、めちゃくちゃいいことなんですよね、これね。めちゃくちゃ健全なのよ。ビゴス作っとこうか、キャベツで。あ、でも今日の売れるやつ何かちょっと見てくるのいいですね。よいしょ。あ、シュガーが取れない。ちょっと待って、重いのか。石ぶっ込みに行きましょうか、下に。食い物なんか食べとこうかな。ブルーベリーも使わないので食っときます。はいと、溶かしていきましょう。これね、料理本さんがね、ほんとね、お？あ、欲しい？え？スパゲッティ？え？料理本さん？ミートパイ？パテと小麦とスパイス？え？インスタントラーメンも作れんの？ミートシチューと塩と金属で缶詰。うわぁ。ここら辺作れたらすごいね。パテと小麦粉とスパイスか。いけんじゃない？小麦粉とスパイス。ちょっとやってみるか。よいしょ。水、だんだん足りなくなってきたな。種を、なんか植えたいね。キャベツ、トウモロコシにしとこうか。水がないか。ちょっと水を補給したいところですね。よし、水補給しましょう。一日のルーティンの始まりだ。っていうかその前にさ、物が多すぎて、これね、パテ作れるんじゃない？ほらパテいっぱいあるんだよね。ただめっちゃ重いんだよなこれ。荷物がすごいのよね。なんか置いといた方がいいな、これ。料理本はとりあえず、こっちに置いて、邪魔なので置いといて、種一旦中に入れときましょう。
新聞紙も入れとこうか。うん。あと何が重いんだこれ。やっぱ料理系とかかな。缶詰のこのケーキが卵と小麦粉か。卵と小麦粉もちょっと注文しておきましょうか。よいしょ、シュガーはゲットで、今回売れるものは何かと、キムチ、乾燥肉、トウモロコシの酢漬け、きた、キノコの酢漬けもいけるね。で、ミートシチュー、あ、パテもいけるね。ヘビのシチュー、スパゲッティね。まあパテかキノ、トウモロコシの酢漬け、パテはでも使うんだよな。トウモロコシの酢漬けか。多分いっぱいあったよね。いっぱいあるね。ちょっとまず売ろうか。今日はめちゃくちゃ売れるみたいですね。物が多いな。ちょっと食べ物もこの中ぶち込んどきましょう。今足りないんで。分離して、これも入れときます。よし、お肉類もちょっと入れといた方がいいかな。こんな感じかな。さあトウモロコシの酢漬け売りましょう。こう重すぎんだよな。これとでパテ、パテもいっぱいあるんで分離して3つのやつを売ると、これで結構なお金になると思うよ。見といてください。はいね、これとこれでも200ですよ。すごくないですかこれ。あとキムチ、キノコ、ミートシチュー、うん、オッケー、キノコ、うん、で卵ね、小麦粉っていう感じですかね。これも買っときます。でちょいちょいプラスチックもね買って、だんだん溜まってきてますね実は。でスキルブック、これね重要です。より修理が早いやつか。燃料効率上げるやつもちょっと買っといてもいいかもしれませんね、そろそろ。はい、で種、こちらででかい木がなるやつを買いたいんだけど、トウモロコシ、キャベツか、ガラナとキュウリ、トマト、温室なんだよね。あ、リンゴ、これです。リンゴこれをねやっときましょう。うん、こんなもんかな。お金使いまくったな。じゃあミートパイ、ミートパイはまだちょっと作れないね。小麦と、いや卵と小麦とスパイスでしょ。小麦がまだ届いてないんだ。オッケーオッケー。で、キノコの料理もこれで作れると。水もゲットしていきましょう。やっぱね、このぐらい置いといた方がいいよ、水。これのおかげでめちゃくちゃ。水、巻いてくるか。食い物ね、これが腐りそうなんですよね。OK。収穫もできそうだが、まずは水まきだ、ルーティンとして。はいっと、ほい、うん、燃料 OK。 お、荷物届いた。水まきついでにリンゴなってきてる、すごい、リンゴなってきた、いいね。あ、人参ゲット。種は後でまた植えましょう。いや、これなんか植物が育ってるのかわいいな、かわいらしいね。ガラナもちょっと回収しよう。よいしょ、お、いけたな。でここの中入れます。うん、重要だぞ。ん？あ、キュウリだ。
キュウリできた。で、取りに行きます。なんか、向こうで煙上がってない？何あれ？大丈夫？なんか迫ってきてんのかな？はい、小麦がゲットできましたので、これで、作れるようになるんじゃないですかね。チョックラパテ、ゲットして、これでね、うん。どんなもんでしょう。ミートパイいけますよ、これ。しかも2個作れるミートパイ。すごいね。あ、ミートパイめっちゃ重いの、これ。いや、早速ミートパイ売ってくるか。多分売れたよね。いや、ミートパイの時じゃないか、まだ。ミートパイではなかったか。なるほど。パスタ、なるほどね。ミートシュ、キノコの酢でも、トウモロコシいらないらしいからな、もう。乾燥肉ってどうやって作るんだろう。キムチね。乾燥肉ってどうするんだろうね。ミートパイちょっと冷蔵庫入れときましょうか。早く腐られても困るしね。荷物が重いと。こうやって、肉入れて、ちょっと水もここにちょっと一旦入れときましょう。雨降る前に残りのやつも回収だ。楽しくなってまいりました。こんぐらいやっぱバケツないともう回んないね。植物。キャベツも腐りかけてきてるぞ。ミートパイもう一個じゃあ作っときます。で、保存が効くように冷蔵庫にミートパイ入れときたいですね。よし、これでミートパイ入れます。キュウリちょっと使って、よいしょ。なんか作りましょうか。缶詰シチュー、パスタ、パテ、卵、こしあん、エナジーバーと乾燥肉でやるんだ、これ。やっぱあの乾燥機に肉入れた方がいいのかな、なんとなく。スパゲッティね。うん。ちょっと乾燥肉入れてみるか。あとは、キノコの酢、あ、キムチあるね。キムチも売ってこようか。ちょっと。よいしょ。売れるもんは売っとこう。なんかね、食い物って基本ね、やっぱ売った方がいいですね。うん。その方がいいです。お金になるんで、めちゃくちゃ。ちょっと乾燥肉やってみましょう。どんなもんか。入れれるかな。あ、これ入れないんだ。もしかしたら小さい肉、あ、ちょっと待ってよ。小さい肉の方だといけるのか。もしや。これ。ああ、これじゃダメなんだ。どうやってんだろう、乾燥肉。この技術を得れるのも楽しみだね。あとは、塩、使って、なんか作れそうだけど。うん。ケーキは、うん、なるほど。ブルーベリー、卵、小麦。うん、なるほどね。エナジーバー。エナジーバーがちょっと難しいね、私今。野生の肉がこれも必要だな。ミートシチュー、野生の肉ってなかったか。なかったか。これもね、結構溜まってきたよね。いや、あの、鶏もも肉異常にあるな、これ。ちょっと消費したいとこですね、鶏もも肉。キノコのスープもちょっと作れそうだな。水ですね。やっとキノコのスープを缶詰にできるようになりますからね、これ。はいっと。で、キュウリのスープ。これも缶詰にできるよね。これね、いずれ売りましょう。これトマトスープはまだ作れないと。
キュウリのスープももう作っとこうか。はい。で、栄養ドリンク。夜中まで料理ってさ、ほんとシェフを目指してる人みたいだね。鹿肉、あれ鹿肉なかったっけ。結構手に入れてた気がしたけど、もう使っちゃったか、これ。うん、置いといて。スープ、キャベツなんか使いたいですね。人参スープも作れる。あ、これね、ビゴス作っときましょう。で、人参スープもいきますか。七面鳥の丸焼きか。いや、ちょっと待てよ。食べて、キャベツを。キュウリ入れとこうか。ちょっと腐りそうだね。鶏もも肉、めちゃくちゃあんだよな。何？ちょっと待って、起きたら、電気つけましょう。うん。さあ、ゆっくり寝ますよ。今日は調査員が来ます。多分ね、午後1時37分、まあそれまで。え、水も止まんの今日。1時27分だね。うん、それまでちょっとやることやろうか。まず燃料補給、あと食べ物の調理して売ると。うん、はい。とで、鉄ね、もうちょっとで鉄と、ガラスが、溜まって作業台を上げることができると。うん、よし、これで OK。 今日の売れるご飯はまたトウモロコシの酢漬けいけますね。なるほど。あ、ミートパイいける。ミートパイ売りましょう。トウモロコシの酢漬けと。トウモロコシの酢漬け。これを分離して。3個までしかいけないんですよね、1回で。で、ミートパイも売ると。重すぎる。ミートパイが重すぎるらしい。どうしたもんかな。とりあえずキュウリが腐りそうなんで、キュウリ食べます。で、これ缶詰にしちゃいたいね。で、鶏もも肉をまず七面の丸焼きにすると。で、人参スープは缶詰にしちゃいます。うん。で、キュウリのスープも缶詰にしちゃうと。これに金属がいるんだよね、なんだかんだね。パッて小麦スパイスでミートパイまたいけるな。とりあえず、ミートパイこれを売ります。これ高くで売れるぞ、ミートパイ。ほら、こんな値段でいきますね。ミートパイもう一個いけるみたいですね。また卵と小麦粉頼んどきましょうか。シュガーは結構あんだよね。これで交換と。あとは缶詰、エージェントが今日来るからね、気をつけないと。缶詰ね、いっぱいここにありますよ。なんか徐々にね、やっぱ腐りかけてるのがあるんだよね。トウモロコシの酢漬けもう売れないからな。うん、他に瓶詰めのやついけないか。ミートパイ、パテはね、ちょっとミートパイ作るの必要なんだよね。水も溜まってきてる。これね、小麦スパイスでしょ。シュガーか。スパイス買わないとダメだな、これ。ちょっと他に作るもの作っちゃいましょう。人参でしょ。ビゴスのこれあれできないかな。
これで冷蔵庫の中にあれあったね今。人参スープこれ作っちゃいましょうか。人参スープと、いやもうすぐ調査員が来るぞこれ。人参スープこれも、人参の缶詰簡単に作れていいねこれ。塩もなくなったな。スープがビゴスが結構腐るの早そうこれ。入れとこう。ターキーも入れて、人参スープも後でちょっと缶詰します。ちょっと時間が今ないからね。これ置いて水を回収しましょう。もうすぐ調査員来るから、これ全部回収して、もったいないからね。よし、これを減らします。 OK で2個にしとき、でこれを取りまして、覆います。これをはい、これで、健全オブ健全、となります。食べとこう。さあ来るよ、来ちゃいますよ。いやもう健全中の健全です。今日は私もうね、なんだろう、成人みたいなね暮らししてますね。やっぱキリスト、うん、キリストなんじゃないかな。いやそうだ、ここポスター貼っといたんですよ。これ大丈夫ですよね。全然違法じゃないですよねこれ。かっこいいやつなんだよね。さあ調べられていますよ。うん、いや本がちょっと多すぎるって前言われてたから減らしたんですよ。うん、水道メーターが異常、え結構あれしたか、そんな取ったっけな。うん、これ大丈夫でしょう。で2階はね、この私の趣味のポスターが貼ってあるだけなんで何もいかがわしくないです。うん、何にもないよ。どうですか、一見問題ないのだが詳しく見て、いや問題はないと、そういうことだ。電気量ここにあるんだね。いやここが限界値だから突破してんだなおそらく。はい、来ました。ああでも疑惑度ほぼほぼないですね。ママのポスターが多すぎる本が6冊置いたいやママのポスターマザコンか私。おいおい本が多すぎるってよ、もう参っちゃったね。いいやんって思うんだけど、本ぐらいいいやんって思うんだけどね。仕方ね、本が多すぎると言われてしまったんなら片付けときましょうか。これ悲しいな、そんないかがわしい本じゃないんだけどな。下に置き直しましょうか。ママのポスターもダメらしい、なんか悲しいね地下に置いときましょうかこれそんなひどいもんだったかそんなことでね、今回はこの辺にしたいと思います。無事ね、木がね、どんどん育っていってるんで。あ、収穫いけるだ、最後。収穫最後いける。これ来たかも。最後来たな、これ。重すぎる。マジか。あ、そうだ、リンゴの種植えときましょうか。はい、と水も入れとこう。リンゴ収穫できるというわけで、ちょっと収穫しちゃいましょうか先に。で本、バケツも置いちゃいます。そしてそこで収穫して今日はおしまいとしましょう。水が今日はね切れてる日ですね、うん、はい順番ずつ置いとくよ。
いや、これのおかげで本当に生活楽になったね。バケツって意外、偉大だな、本当。うん。で、あとは下に本を置くと。で、食べ物でね、腐り始めてんだよな。しっかりせねばな、これ。で、種、植えれる種は植えときましょう。キャベツ、うん。トウモロコシ。いや、お金儲けしてるんで、基本ね、ひまわりの種を置くようにしてますね。これガラナか。これもガラナか。ガラナ多いな。よいしょ。まとめときましょうか。はい。さ、水まき、水まき。リンゴ収穫楽しみだね。ほい。これも収穫できるね。で、ひまわりの種を入れて、育てると。ここにも水入れまくっとこう。うん。で、さらに、キャベツ群をここに。キャベツをポンと。はいっと。キャベツ畑にしてやろうか。ほい。ほい。キャベツ作りすぎかな、これ。下に行きます。さあ、収穫の時間だ。キャベツしとくか。水があと1個だな。はい、収穫。5個取れるって。ほう。しかも木残ったまんまになるんだ、これ。水がでも なくなってんだよな。枯れるか、これは。危ないぞ。楽しみだね。ちょっとキャベツ育てすぎた気がするな。普通に。よし、帰ってきたぞ。なんか冷蔵庫もう一個作りたいとこだね。まあそんなこんなでね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。次回はですね、作業台を、ちょっと上げる、このレベルを、上げる、もしくはプラスチック持って行って森のさらに奥深くに行ってもいいのかなと、思いますね。こちら次回ちょっと悩みどころですけども、やっていきたいと思います。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。